期のちっちゃい、あの、私から言ったら、はとこたちかな、はい、うん、もう、わいいわけ。だ、はい、わ、幼稚園でもそんなに元気なのって言ったら、もう幼稚園ではじーっとしてね、もう、もう何にもそんな元気じゃないって、もう、でももう内弁慶って言って話しよって、で、今日桜に、あの、桜は、あれ、チラチラっと学校出る様子とかを見よったら、もう、それは、あの、私の子供と思えんぐらいもう、キャッキャやりようよって言って妹見よってさ、じゃあ、桜は外弁慶だねって言ったら、うん、完全にそうだと思うって。で、あの、たまたまね、ちょっとふと思い出したんだけどさ、中国にこんな言葉があるよって、あの、家を守るのは犬の仕事、国を守るのは竜の仕事っていう言葉があってね、桜、竜になるかって言ったら、うなぎぐらいにはなれるかもしれんけど、うなぎにはなる、うなぎは。うん、創作力はあのすごいよ。で、まあちょっと女の子やからね、しかもまあ場所がその横浜とかなんかとかやったら、やっぱりこうこっちの方の田舎のそののんびりした感じとはまたちょっと違うやろうと思って、妹があの塾に行ったりとかなんかとか行くときに、ちょっとこう一人でとにかくお家まで帰ってこないといけないっていう距離の時ね。まだ、短い距離かもしれんけど、GPS 機能付きの携帯を、まあ、バッグの中に入れたわけね。ただ、今どこにいるかっていうのは、まあ、一応こう、パソコンでわかると。ただね、空き地になっとうところから、動かんわけよ。1分も2分も3分も。5分以上。ね。ってことはさ、想像できる、するとすれば、バッグがそのままポンと置き去りになって、車でパッと連れ去られたかとか。やっぱ考えるよね。で、特にそののが流行り寄った時だったっけ、うん。うわーと思って追っかけてったら、あの、そこに行ったら、お花、あの、お花とお話をしてる桜ちゃんの図。とか、なんか、ちょろちょろとこう話して。メルヘンチックやけ、彼女が。入ってしまいちゃうじゃん、そこに。もう。いまだにどっちかってそういう少女。でね、私たちのコミュニケーションのを取るのは、私たちが好きだった、で、しかもね、あの、母も少女漫画を読んでくれるわけよ。私たちが好きな、その歴史ものの少女漫画。で、私たちももちろん読む。私たちが買って揃えとうわけやけんね。ただ、あの、来たら必ず読みようわけ。あの、源氏物語が少女漫画になると、朝木梅道とかを全部読んどうから、その会話が一緒にできるわけよ。今は誰が好きって、私、前までは誰々が好きだけど、今は、菅の君が気になるとか言ったら、少しなんかさ、あの、危険な香りがするねとか言いながら、昔は、あの、紫の上が好きとか言ってたので、そんな話はするんだけどね。で、今日とかもちゃんと朝木梅道持って帰るよ。うん。いや、あの、漫画でもさ、いい本がある、じゃない。そんなんでさ、とりあえず、桜は静か御前が好きで、茜は細川ガラシャが好きだと。一応今の時点ではね。で、なぜかって聞いたら、桜は、その、なぜ静か御前が好きかっていうと、もう、来る、あの、義経がもう罪人になってると。いう時に、まあ、あの、鎌倉にお世話になってる、あの、静か御前だけれども、義経を歌った、こう、恋しい曲みたいなものを、総フレンかな？なんかとにかく、あの、夫を、その、思い慕う、あの、歌の、を題材にして踊るんよね。だから、これもしかしたら、頼朝の逆鱗に触れて、死罪になってもおかしくないっていう場面なんやけど、彼女はその主題で踊るっちゃ。だから、あの、権力に屈しない、その、凛とした、その、自分の気持ちをこう貫く姿がとても感激したらしいよ。で、桜は静か御前のあの感じが好きだと。で、桜は細川ガラシャがなぜ好きかっていうと、お家を守りつつ、自分のちゃんとその、主義主張というか、その、宗教とかなんかをこうちゃんと、主義主張をちゃんと貫くと。その、椅子の生き方が、潔いというので、二人はそう言ってました。はい。
なかなか小学校の3、あ、5年生と中学2年生。女の子は結構、もう結構頭なことなんですね。そうね。ほど、男の子はそのぐらいの時は何が興味があるんですかね。中学校2年生とか小学校の5年生。小学校はもう。まだ砂利。肌垂れ。中学だったら少し違ってくる。中学校だったらもう、ちょっと大人になる。もう結構大人になったですね。中学、小学校の時はもうクレヨンしんちゃんみたいな感じ。いやいや、そういうのにはもう一切目を向けなくて。もうゲームですね。あ、そう。はい。何しろ、ベースボールゲームとかずっとこうゲーム。いやー、もう普通の、あの、プレイステーション3をやってましたね。プレイステーション3の中があるやん、なんか何ですか、ね、格闘とかもう何でもですよ。あらゆるオールラウンドで戦争とか。あでも、でもそれで例えばさ、信長の野望とかさ、三国志とかさ。ああ、知ってました、知ってました。ストーリーは知らんでも、その名前がそれで覚えるんやないの。あの、栄光のやつ。ね。あ、すげえな。知ってました。まあ、今でも知ってますよ。完全にインドア派です。あ、インドア派全然。それから言ったら、あの二人もインドアですよ。でも今、インドア派多くなりましたよね。そうですね、まあ。あ、でもアウトドアは音で面白いね。釣りしたり。遊ぶツールがいっぱいありますからね、今は。まあね。家の中で。でもほら、昔はさ、例えば、のび太とか、その、カツオちゃんじゃないけど、ほら、こう、外で野球しようってガラス割るみたいな状態があって、結構ほら、外で遊びよく多かったよね。あ、いや、本当に外で遊んでましたよ、やっぱり。そうそう。たまたま自分の子供がおらんけんわからんないかもしれません。あんまり遊び様子が見らんじゃんね、この辺って。いや、もう今でこそですね。もう今はもう、ほとんどあんまり外でこう、ワイワイ遊びをしちゃう。あんじゃないですか。やろ？なんか、あんまり見かけんよね。自分たちの世代は、外で遊ぶしかなかったからですね。正直。だけど、まあ、そうやってほら、一緒の接触があるけん、直接って感じやろ？いやでも本当思ったよ。来てからさ、恥ずかしがりようけ、そこでゲームをしようわけよ。ゲームをやめろって おじが言うちゃうけど、その結構ほら、なーんとか言いながらそこで、なんでそこにおるとやとか言ったら、じゃあもう話もせんのに、じゃあなんでそこにおるって。でも、そう、あれなんよ。そう。ゲームしながらでも降りたいわけ、それはね。うん。さくらもゲームに夢中の時あったけどね。でもそれで100人称覚えたじゃん、一緒に。面白かったね。今年の夏も。